海面活性剤とは、分子内に水になじみやすい部分と油になじみやすい部分を持つ物質の総称、両心媒性分子と呼ばれることも多い。ミゼルやベシクル、ラメラ構造を形成することで、極性物質と非極性物質を均一に混合させる働きをする。また、表面張力を弱める作用を持つ。石鹸をはじめとする洗剤の主成分である。 多数の海面活性剤が存在し、サポニやリンやン脂質、ペプチドなどの天然にも海面活性剤として働く物質は多い。海面金棒では海面自由エネルギーが高くなり不安定化するので海面はできる限り表面積を小さくしようとする。一つの分子内に浸水元と浸油元を持つ。 両心媒性の化学構造を持つ物質が海面上に並ぶことにより、この不安定な状態が緩和される。つまり、海面自由エネルギーが小さくなる。このような特性を持つ物質を海面活性剤という。海面活性剤は洗剤用途に大量に使用されているほか、食品や化粧品の乳化剤、保湿剤、農薬や兵器としても重要な位置を占める。海面活性剤は、 微妙に化学構造を変化させただけで大きく異なる特性となるため非常に多くの種類のものが生産、使用されている。その一方で潜在を含む排水が水質を汚染させ公害の原因となることも指摘されている。溶媒に海面活性剤を加えていくと海面活性剤の量が少ないうちはほとんどが素水元を空気側へ向けて溶媒面に集まる。 量を増やしていくと、やがて臨界量に達し、水では、浸水性部分を外側に、親油性部分を内側にしたミセルを、非極性溶媒中では、内外の反対になったミセルを形成する。このミセルの内部には、外部環境とは、性質の異なる物質を取り込むことができるため、海面活性剤の存在下では、極性、非極性の両方の物質が均一に混合した。 溶液が作成できる。浸水性物質と素水性物質を均一化する作用を海面活性作用という。CMC は海面活性剤の特徴を示す重要な数値であり、これを境に溶媒の物性が大きく変化する。この値が小さいほど海面活性剤としての性能は高い。なお、CMC を超えて濃度を高くしてもミセルの大きさは、 数ナノメートルのまま変わらずに数だけが増えていく。しかしさらに濃度を高くしていくと溶液が白濁し始め全体的にゲル化していくようになる。これはそれまで球体であったミセルが棒状あるいは相乗のミセルへと構造を変えるためである。このようなミセルが増えると屈折率が変化し白濁して見えるようになる。また相乗ミセルが 集合体となってリオトロピック液晶と呼ばれ独特のテクスチャーを示す。海面活性剤が機能するためには適正な温度範囲が存在する。イオン性海面活性剤は温度が低いとアルキルキ部分が結晶化してしまいうまくほぐれない。この臨界温度をクラフト点という。しかし、非温性の海面活性剤では逆に 温度が高いと水に溶けきれなくなって溶液が白濁する。この温度を曇り点という。非温性海面活性剤はエーテル結合酸素と水分子との水素結合によって水溶性を示すが、高温では水素結合が切れて溶解度が下がるためにこのようなことが起こる。水と油のように互いに混ざり合わない物質でも 海面活性剤を加えると白濁して均一になる。この白濁した液体をエマルションと言い,い、これの作用を乳化という。このことから、海面活性剤は乳化剤と同義で用いられることも、ある。エマルションは、液、液コロイドの一種である。エマルションは、熱力学的には、不安定な状態であるため、時間が経過すると、いつかは二層を分離する。 エキコロイドにおいて、非分散液体が少量であるとき、それを囲むミセルは、極めて小さく、微視的には防純ミセルを停し、外見上は、無色透明、あるいは青白い液体となる。これを可用化と言い、得られた液体は、マイクロエマルションという。これは常述の乳化系で得られるエマルションとは異なり、熱力学的に安定であるためにそう分離することは、ない。カヨカは、 ミセル内に非分散体が取り込まれて起こる現象である。ため、ミセル形成が始まる CMC より濃度が高くなると、可用脳は急激に向上する。ここで例、コロイドとは、溶媒に霊溶質を含んだ微粒子が分散している系のことである。かた、水コロイドならば、ミセル中に固体を取り込み水中に分散しているものを指す。また、入荷方法としては、以下のような方法が、 一般的に知られている。液、液コロイドでは乳化が見られるが、型、液コロイドでは分散と呼ばれる現象が起こる。例えば水にススを加えても混ざることはない。しかし海面活性剤を加えるとススを中心にミセルが形成され、水の中に散らばって安定となる。これはミセルコロイド同士が互いに電気的に反発するからである。墨汁や口紅、インクなどは 分散を利用して、非水溶性の物質を水に溶かし込んでいる。また、潜在の汚れを剥がす作用は乳化、分散によるものである。分散の反対を凝集といい、分散した固体粒子を集めることである。微粒子反発の要因は、電気二重層の反発であるから、非四性のポリマーや硫酸アルミニウムなどの高金属塩が用いられる。一般的に1価より2価。 二価より三価の方が、凝集能力が数十倍から数百倍高い。ポリマーとしてはラテックスが有名である。凝集の主な用途は、上下水道の不純物の除去である。木、液コロイドでは、海面活性剤の効果により、泡が発生する。これを気泡という。泡は気体を薄い液膜で包んだものであるが、海面活性剤は、気体側に、親油元、液膜側に、 浸水元を向けて配列している。つまり、浸水元で囲まれた部分を浸液が満たしている。普通、放末では、泡同士の見え接点に、毛管現象で、浸液が吸い寄せられ、液膜はだんだん薄くなっていき、泡を維持できなくなって、最終的にはじけてしまう。しかし、四星の海面活性剤を用いた場合、液膜が薄くなっていくと、分子同士の静電反発のために、 それ以上膜が薄くなることに抵抗を示すようになる。このため泡が持続するようになり、泡立つという現象が起きる。この気泡性は洗剤で顕著である。またアイスクリームや消化剤にも利用されている。この気泡の逆が商法である。気泡性はイオン性界面活性剤の制限反発に起因しているので、泡を消すにはそれを阻害すればよい。例えば、 脂肪酸エステルなどの非温性海面活性剤を加えることである。これらもまた液膜に配列するのだが互いの反発がないため液膜が薄くなるのを止めきれずにハーはする。また、エタノールなどの浸水性の有機溶媒を水と同程度加えると海面活性剤を表面から取り去ってしまい消耗する。また、50摂氏60度くらいまで液体の温度を上げて 泡の水分を蒸発させることによっても、消耗することができる。固体表面に液体が付着したものを濡れという。海面活性剤は、木、液海面、型・液海面において、海面張力を低下させるため、濡れ性を向上させる効果がある。具体的には衣類に液体が染み込みやすくなったり、インクが染み込みやすくなったりする。これは保湿、浸透作用として化粧品や農薬、 染め物、洗剤などに広く応用されている。非用海面活性剤は殺菌性能を持ち殺菌剤として使われている。他の種類の海面活性剤は一部の菌に対して殺菌、抗菌効果を示すものの一般的には殺菌力はなく除菌のみである。つまり洗浄後の排液には細菌やウイルスが含まれている。海面活性剤には 柔軟作用と滑りを良くする作用があり、物質と物質の間に存在することで海面の摩擦を小さくする。工業的に広く応用されている。繊維同士の摩擦が小さくなれば、布地が柔らかくなり、肌触りが良い布ができる。また、毛髪管に作用すれば、サラサラの髪が得られる。これがリンスである。他に圧塩油や、新鮮加工油、プラスチックの活材に利用されている。 海面活性剤には表面に水を吸収しやすい、膜を作ったり、滑りやすくすることで静電気の発生を抑える効果が得られるものがある。合成繊維やプラスチック製品は静電気を帯びやすく、それゆえ埃や汚れが付着しやすい。表面に塗布したり、練り込んだりして、これを防ぐことができる。また、工場では、火花などによる事故を防ぐ目的で使用されることもある。 食品については、エマルジョンを参照。洗濯用洗剤はまず、海面張力を低下させてその水溶液を素早く、布地に染み込ませ、汚れを剥がして、水溶液中に分散させる。最後に、流水で流すと汚れが流される仕組みとなっている。台所用洗剤は、油を乳化させて、流水中に押し流すものである。シャンプーは、髪の汚れを同様にして落とす。 アニオン製のものを利用している。化粧クリームは水、油分、乳化剤を主成分とするエマルションである。乳化剤はこれらの成分を均一に混合し、適度な流動性を与える。また、化粧クリームの初め個体で塗るときに滑らかに広がる作用は分散状態で固体化しているものに圧力をかけると、分散状態における粒子間の相互作用が断ち切られるため、 流動性を帯びることによる。再び粒子が凝集して固体化するには時間がかかるので、すぐには固まらない。さらに、皮膚への刺激性が低いこと、毒性がないこと、色や匂いがなく化学変化しにくいなどの毒性を求められるため、それらを満たす海面活性剤として、貧温性のアルキルポリオキシエチレンエーテルや脂肪酸グリセロールエステルなどが用いられる。 海面活性剤は一般に水に溶けにくい。有機化合物と4生物質の中立ちをするものであり、表面解質をするために利用されている。木、液海面で有効な海面活性剤は、ガラスの表面や衣類などに塗布して様々な性質を帯びさせることができる。撥水剤や防曇り、転着剤、潤滑剤、耐電防止剤、焙煎剤、防錆剤、 金属圧塩油などとして利用される。これらの用途は非常に幅広い。撥水剤では、フッ素系あるいはシリコン系の海面活性剤をガラスや繊維に塗布して水を弾く作用を持たせている。転着剤は農薬に用いられ、濡れ性を向上させて早く気に薬剤を定着させる効果がある。ヘアーリンスや柔軟剤には潤滑剤として海面活性剤が利用されている。 また、錆を防ぐには水分を避ければよく、表面に塗布して、素水性の被膜を作っているものが、防錆剤である。他に、生体に馴染みやすいように、表面改質を行った、生体適合性材料がある。海面活性剤の分子構造を模式化した、もの上から、ノニン性、アニオン性、カチオン性、創生海面活性剤は、浸水性部分がイオン性のものと、 非音声のものに対別される。また、低分子系と高分子系に分類されることもある。日本においては、経済産業省による雑貨工業品品質表示規定によって分類されている。合成洗剤、洗濯用または台所用の石鹸及び住宅用または家具用の洗浄剤については、 含有される海面活性剤の種類と含有率を表示するように定められている。ありがとうございます。